今回ご紹介する昭和美人はモデルの徳丸純子さん1966年6月26日生まれ出身大分県身長165センチ血液型大型1982年 DDK コア主催の DDK 金の椅子オーディション歌詞部門に出場全国大会決勝で河合直子の夏のヒロインを歌い 総数34,854人の中から優勝します。11月に単身上京し、翌年の1983年3月21日、セイ、ファーストラブでアイドル歌手デビューします。デビュー時のキャッチフレーズは、羽ばたけ83のプリンセス、初夏にかけてハウス、フルーチェのテレビ CM に出演。 7月から8月にはチャレンジします3485.4マイルこの夏。純子はピカピカと銘打った全国縦断キャンペーンを観光し日本各地を巡りました。同年末の各種新人賞レースにも参戦。新宿音楽祭では同賞に入賞。2年目の1984年のフォースシングル青いサスペンスでは新曲に合わせイメージチェンジを図るため、 デビュー以来のヘアスタイルをショートカットにします。この年の秋には東京五大学六サークルによる JP リーグが結成され、20以上の大学学園祭に出演しました。1985年以降は俳優業に移行し、数多くのテレビドラマに出演。また、一時は東京乾電池の劇団員として舞台にも出演していました。 1990年から2000年代にかけてはモデル専業としてテレビ CM 中心に活動。2024年現在もモデル事務所に所属しています。結婚を機に2010年以降シアトルに在住しています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。